どうですか、お客さん。この144分の1 HG、シグ、イグ、ね。もうこれ高評価くださいよ。もうこの完全なる全塗装。ね。もうラル・クルーズ隊長の内面を意識したダークシーグレーで塗装したこのシグ、渾身の一撃、高評価くださいよね。もうね、皆さんが高評価くれるなら、もうシード系のキットをね、いろんなところにちょっと僕、積みプラをね、自分の部屋に置ききれなくて、いろんなところに預けてるんだけど、今、シード系のキットを集めてるんですよ。僕の、ね、寮の部屋に集結させてます。はい。もう皆さんの高評価がくれれば、今後もね、シード系のキット、全塗装をね、やっていくんでね、皆さん、熱い高評価、チャンネル登録、お願いします。動画をご覧の皆さん、こんにちは。プラキチです。プラキチです。あ、プラキチです。はい、皆さんどうも、こんにちは。プラキチです。今日も頑張ろう。これでー !144 分の1 HG、モビル、シグか。シグ。最近ボケてねえかな。シグ。イグ、イグ。モビルイグ。はい。これをね、早速組んでいきましょう。これを組むとこうなります。キラリョリン。イェーイ。全塗装できました。トーメイクです。ということでね。HD モビルシグ全塗装完成しましたよね。ということでね。早速各部の陰部を見ていきましょう。陰部を舐めていきましょう。陰部を見たい、舐めたい。頼む。誰か、頼む。誰かやらせてくれ。頼む。はい。ということでね。まず正面は。ケンジケンジ。側面は。ケンジケンジ。背面は。ケンリケンリ。好きなアーティストは大津ケンジってところでね。そう、口が回ってないけど。いやー、これね、立たないんだよ。なぜか。いや、俺がなんかこいつの何かを理解してないのかな。立たないんだよね。うん。もう友達のポコチンのように立ちませんね。うん。まあ、バイアグラをね、使ってみたんだけど、立たないっすね。どうしたことでしょう。はい。ってことでね、クルーゼ隊長の初期のね、蒸気。うん。シグ、ゲイツ、プロビデンスガンダムと乗ったけど、俺はシグが一番好きと言いたい。もっと言うと、無印シードの中で、一番好きな機体が、このシグ。意義は認めない。うん。まったく、困ったお姫様だ。の、ラール・クルーゼ。ね。もう最高。うん。もうガンダム界のね、ババルー星人と言われている、クルーゼ隊長のね、機体にね、ふさわしい。うん。まあ、プロビデンスガンダムのね、イメージが強すぎて、みんなね、クルーゼイコール、プロビデンスガンダムってなっちゃうけど、俺はね、ゲイツでもなければ、プロビデンスガンダムでもなく、僕はね、このシグをしますね、シグ。うん。もうゲイツなんか全然印象に残ってねえしさ。うん。プロビデンスガンダムちょっとチートすぎてさ。うん。クルーゼ隊長ってね、ナチュラルなんだぜ。知ってるよね、みんな。ナチュラルなんだけど、コーディネーターとして振る舞ってたんだよね、彼は。うん。そんでバレてないんだよ。ナチュラルのくせに、コーディネーターと、倒れてた。コーディネーターとして振る舞ってて、バレてない。それはね、クルーズ隊長は、そんだけ高い能力をね、持っていたっていうことにね、他ならないんですよ。はい。もうこの凶悪な色使い。ね。俺のね、クルーズ隊長がね、イメージしたこの色合いどう？ね、本当はね、ライトグレーなんだけどね、前回見たと思うけど、ダークシーグレーでね、塗っちゃいましたね。本当はシグってグレーだからね。うん。ね、こんな感じだからね。うん。あ、出た、ババル星人、出ました。ね。いや、俺本当にね、大好きでね、無印はシグで、ディスティニーは、何が一番好きかっていうと、まあ、知ってるよね。これですよ、これ。ね。今、俺が隊長だ、イズアークの初期の、ね、ディスティニーとの蒸気。スラッシュ・ザ・グ・ファントム。うん。もうこの2個。うん。無印はシグ。ディスティニーはスラッシュ・ザ・グ・ファントムね。この2個が俺、ほんと、もうこれ以上好きな機体はね、ないんですよね、もう、それぞれ。うん。かっこいいよね。うん。やっぱ俺、これ脇役を好きになっちゃうからね。まあ、しょうがないんだけどね。うん。いや、今回シグ手間取った。うん。手間取ったけどね、いい機会でしたね、今回作れてね。
っとね、じっくり見てください、じっくりと。ね。ちょっとね、足らないんだよね、マジで、これ。どういうことなんですかね、これ、ほんとに。立てよ、お前。女の子怒って帰っちゃうぞ。ほんとに。俺もほんとに好きな女の子口説いた時はね、立たなくてね。参ったね。もう自分の頭殴れましたね。ほんと、漫画みてえだなと思って。ほんとに、あ、ほんとに立たねえんだと思った、緊張すると。うん。俺、インパじゃなくてもうガチガチなんだけど、普段。ほんとにね、好きで好きでしょうがなくて落とした女とね、ホテル行った時に、ほんと立たなかったんだよね。ビビった、俺。俺、こんな腰抜けだったっけって。自分に怒りを覚えて、自分の頭をね、ホテルでボコしてぶん殴ってたらね、その子がやめなよ、つってね、俺の頭をね、手で覆ってくれてね、忘れませんね。俺、あの時のことはね。あの屈辱をね、はい。どうすか、クルーズ隊長。ご満足の出来ですか。もう、クルーズ隊長もね、もう納得のクオリティでしょ、これなら。ね。この時期のキットって、合わせる小筋が半端ない。色分けも不十分。だからこそ、もう、丹精込めて作る、価値があるんだよね。うん。もう合わせ目決してね、全塗装すればね、今見てもね、バッチリの出来なんだよ。うん。アビスガンダムを見て思ったね。今でも通用するね、あのスタイルはね。うん。合わせ目すげえけどね。うん。はい。まあそんな感じですね。うん。でね、余談だけど、ちょっとね、今日はね、ちゃんと見せないけど、後でね、別の動画で見せるわ。買い物動画でね。ちょっとね、この前ほら、これ作ったじゃん。ストライクダーガー。ダガエル、ストライクダーガーちにはダガエル作ったよ、ダガエル。ダガエル作ったら、当然あれもね、作れなくなっちゃったの、あれも。あれ。あれだよ、あれ。わかる？あれ。ね。あれ。シューン。はい、ね。シューン。とね、作れなくなっちゃったから買ってきちゃったよ。ね。うん。アーティー見せるから。うん。なんか最近買えないらしいね。このキットね。買えないらしいけど、後で見せますね。はい。あとこれね。これ。ザキシさんお待ちかねかな。シュッとね。あれ？ね。後で見せるんでね。はい。プラモはね、またね、5個ぐらい買ってきたんですよね。1枚分ぐらいね。来週ちょっと買い物動画でね、見せますんでね。はい。うん。いや、2週に1回はね、買い物動画遊んでね、なんだろう。尺を稼ぐというか、やっぱね、疲れるんですよ。週一じゃ作れないね。はい。ということでね。はい。いかがだったでしょうか。このクルーズ隊長のね、専用機。ね。ほんと立たねえな。これなんで立たないんだろう。今度こそ足に重り入れようかな。うん。はい。でも、ああ、そう。まだ言うことあったんだ、俺。うん。なんだかんだ今最近ね、シードのね、キット、いいなと思ってて、でもほとんど買ってあるんだよ。積んでるだけでさ。うん、買ってあるのね、ほとんど。で、この辺もちょっと作りたいなっていうのがあってね。このね、バストガンダムと、あと、クリッツガンダムね。クリッツガンダムと、バストガンダムね。うん。これ。バストガンダム1000円だったんだね。安いんだよ、これね。うん。でもクリッツガンダム。今でも忘れねえよ。ガンダムシードってさ、土曜日にやってたじゃん、確か。撃墜された日だか、撃墜された次の日に発売されたんだよ、これ。遅えよっていうね。まあ、出なきゃマシだけど、ほんと、撃墜された後に発売されてんだよ、確かこれ。撃墜、まあ、それで言ったらね、ガンダムスローネツバイだっけ、あれもパイロットは死んでから出たけどね。うん。まあこれもね、ちょっとね、まあシールがすげえ必要だからね。うん。まあとりあえずでもシード系次作るんだったらね、まあウィンダムか、あ、やべ、山行っちゃった。うん。まあ、というわけでね、次作るキットもしかしたらまあ、これか、これなんだけどね。まあ、お楽しみね。はい、ということでね、ドラキチでした。高評価よろしく。じゃあな。Shh.